千葉県のですね、千葉県立美術館に行きました。山本博樹先生の展覧会に、来ました。池永康成さんと、まあ、山本さんのですね、対決展というのが、まあ、今まで1回あって、それでまたこれからまた あと2回予定してます。まあ言ったらですね、写実美人画と、まあ、日本画美人画の対決的な、まあ、イメージですね。今回の、展示でも1点、その内容のものが展示されてました。まあ、これからまた面白い展開になると思います。で、まあ山本さんなんですけど、まあ、こうやって千葉県立美術館、まあ、美術館で、若いうちにことやってもらえたらすごく、まあ、いいようなことだと思いますね。多くの人に知ってもらうきっかけになったんではないでしょうか。すごいことだと思います。